毎週水曜日のこの時間は、玉木正之のキャッチアップです。スポーツ文化評論家、玉木正之さんです。玉木さん、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。今日もよろ,よろしくお願いいたします。 今日はどんなんですか今日は佐々木林太郎さんの話題。はい、えー。すごいですね。スタンフォード大学に進むという。ねえ。これは別に野球だけで進めるわけではないんでね。勉強しなきゃいけないんで。すよね。実はあのスタンフォード大学の,あのアメリカンフットボール部がありまして、カーディナルっていう名前ついてるフットボールなんですけども、はいえー、ここにあのオフェンスのアシスタントコーチで川田さんという、 川田津吉さんという日本人の方がおられるんですね。<laughs> はい、その方とあの話聞いたことがあるんですけれども、ええ、ものすごくよく勉強してるらしいですよ。アメリカンフットボール部道選手の人もあ。じゃあスポーツだけに専念していればいいってわけではないんですね。あ<ー>いやあ、試合前のロッカールームでほとんどの人が本かレポートを読んでるという。ええええ えー、<laughs> 試合直前も勉強してるんですか <laughs> そう、えー、<laughs> <laughs> というような話を聞きましたしね。 これから佐々木林太郎さんも大変だと思うんですが、えー、この野球選手、アメリカのメジャーの選手なんかで、やっぱりあの、えー、例えばあのメジャーリーグって映画をご存知で覚えておられますかね。はい、何かワイルドシングというあのマーチンシーンが、はい、あのやったピッチャーがですね、えー、あの何かもう乱暴者で、勉強、えー、なんか全然関係ないっていうなスタイあのイメージがあったんですけれども、はい あのメジャーリーグの選手にもそういうイメージはあったんですね、かつてはでそれが誰によって覆されたかっていうのがあるんですけれども、<っ>わかります誰でしょう、<誰>いや全く見当かない、かなり古い話なんですけども、ベーブ・ルースと一緒に4番バッターを打っていたルーゲーリック。 ルーこの方がコロンビア大学出身なんですよ。はあ、い、名門アメリカの名、あの、それこそ、あの、アイビーリーグの大名、名門、あの、大学ですね。はい、これで、あの、もうの、メジャーなんかに進むなって言われてたんですけれども、お母さんが肺炎で、なんか病院に入院しっぱなしで、<ー>お金が必要だっていうんで入ったところが大活躍をする選手になった。 で、この方、あの実はあの、まあ、教養もあるもちろんある方で、奥さんもそうなんですけれども、ええ、オフになると必ずメトロポリタンオペラでオペラを楽しんでいたという、<ー>それであのし新聞記者の方が、趣味は何ですかって聞かれたときに、ええ、ワーグナーのトリスタンとイゾルデを聞きたいって言ったんですね、<ー>でそ,れそれを分かる人が少なかったというのが非常に有名になりまして、交渉すぎて。 存在からアメリカでもこう別にスポーツだけやってりゃいいんじゃないというようなことが当たり前のように広がったと、<ー>それでメジャーリーグではあの奨学金制度がありまして、高校卒業でメジャーリーグに入る入った選手が、オフになって勉強がしたいというと、費用は全部持たないといけないんですね、チームが。<ー>そ,ういそういう制度もあります。 ところがね、ちょっと日本ではね、ええ、その野球選手やなんかがやっぱり勉強もしないといけないっていうのがイメージがちょっとなかった。ええ、なぜなかったかっていうのも調べたんですけれども、<laughs> ほうほうあの、戦前のプロ野球選手っていうのは相当学歴高いんですよね。皆さんあの、東京六大学出身ですから、あ,<ー>あの、慶応、うん、とか早稲田とか明治とかっていうの脳卒業生が多かったんですが、ええ 実はその人たちがプロ野球に入ると、全部 OB 会から除名されてたんですね。へー。要するに職業野球なんかに入っちゃいけないっていうわけですよ。は<ー>それでね、どう、どうもうどう、学問と、その、勉、あの、野球とかスポーツというものが離れたというようなね。 イメージがどうもわた,った広がったような感じがしますね。<ー>これ結構面白いんですけど、それから戦後になりましてね、1968年に、<ー>あのヤクルト・アトムズ、今のスワローズの前身ですけれども、はい、そこにデイブ・ロバーツという選手が入ってきて、<ー>この選手がオフになってもアメリカに帰らなかったんですね、結構。あ、珍しい、ね。何をしてるですね。 な、何してるんですかっていう質問に対して、上智大学の超高生になったと。はあ。で、そこで何を勉強してるかというと、英文学と、数学の授業を受けていたっていうね。うえー、<laughs> これが報道されて、1968年の話ですけれども、ええ、それでちょっと大騒ぎになったことがあったんですね。はあ な、なんで大学なんかに行くんだという。う <laughs> 日本では考えられない。<laughs> そ,そう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 。<laughs> そうね。それが徐々に変わってきたというのが、<laughs> はい、あの、今の佐々木林太郎さんのスタンフォードに入学ということで、うん、また大きく変わるんじゃないかと。 と私は思っているんですけれどもね。そうですね。今の報じられ方見ると、やっぱり日本にとっては未だに珍しいっていう見方が強いからこそ、<laughs> こんな話題にもなるんでしょうからね。ええ、ねでもあの、あの、日本でもね、例えばあの、アメリカではね、逆にあの、先ほど言いましたメジャーリーグの奨学金制度がありますから、ええええ、大学の途中で中退してドラフトを受ける人が多いんですね、結構。<ー>それでメジャーに入って、 でというかプロ野球に入って、はい、でそこでかちょっと活躍したあい行って終わった後大学に戻る人も多いんです、ね、<ー>ですから、それ、そういうのが結構常識でいて、えー、あの広島カープが初めて優勝したにあに、あのホプキンスという素晴らしいーあのホームランバッターがいたんですけれども、えーえー、この方はあ、広島カープの、広島球場のダグアウトでも、 医,が医学の専門書を読んでいたという人で。はそれで広島カープでを引退してから、ね、えー、医学部の大学に入り直して医者、お医者さんになったという人ですね。へえーえー、すごいな<ー>そういう方もおられますね。だから、だからそこら辺平均でね、えー、なんというかあの、い、行き、行き,きができると言いますか、スポーツをやっていって、また戻って勉強もできると。 ラグビーで言ったら福岡健樹さんみたいな感じですかね。あ,あ、そう,あ<ー>そうです、そうです、そうです。そうです。そういうのが、まあ、ああの、特殊な形じゃなくって、当たり前に、あ,<ー>あ、それは勉強するならいいんじゃないっていうね。う その、なんか日本では大学で終わったら就職しなきゃいけないっていうそこで勉強が終わってしまうところはありますけれども、ええ、はいやっぱり勉強っていうのは、あの、年取ってもずっとしているもんで、そうですね。で、私なんか大学途中で辞めましたから、いつまでも勉強しなきゃいけないという意識が残ってますんで、勉強続けてますけどね <laughs> <laughs> そ。それは素晴らしいことですよ、<laughs> でも本当に。 ちょっと自慢させてもらいました。<laughs> <laughs> い。やもうなんか大学は社会勉強する場だなんて僕は思ってましたから、もう本当にね。い <laughs> <laughs> まあいろんな勉強があってあるから、いろんな勉強があっていいと思うんですね。<laughs> 私なんか大学卒業してませんけど、大学の、あの、教授、客員教授は、ええ、 12の大学でやりましたけどね。はあ、すごいですね。でも、大学で、大学生を見ていて思ったんですけど、勉強しないですね。<laughs> あそれはスポーツやってなりする。勉強しないし、本読まないですね。<laughs> そうですね。だから、私の授業を受けた大学生には、とにかく本読めと、はあ、いうことを言っております。う えー、とにかく本読まないと字を読まないと、そして字がちきちんと書けないと、うん、何も勉強はできないんだから、えー、っていうことで。そうですからです、ねあの、スポーツとあの、えー、勉強が両立しないとかね、えー、そういうことを言うこと自体がおかしいんですよね。 そもそも、うんだ。だって大学生若い時時間いっぱいありますよ。いや、本当そうなんですよ。えー、社会人にれば <laughs>、ね、時間少ないですからね。ね社会人になってから大学生に戻りたいって私一回思ったことあったんですけどもね。うもう一回中退したらこれは馬鹿にされるだけだと思って読みましたけどもね。<laughs> <laughs> でもまあ、あの、佐々木麟太郎さんをきっかけにして、日本でも、日本のスポーツマンも、勉強するのが当たり前だと。そうですね。大学行きながらでもスポーツはできるんだ。何でもできるんだという、そういう形が、あの、常識が広がるといいと思いますね。そうですね。その進路の先での活躍っていうのもね、期待したいなとはいま期待したいですね。玉木さん、ありがとうございました。はい、どうも失礼しました。この時間はスポーツ文化評論家、玉木正幸さんでした。 裏裏には裏がある「表ばかり見ていると羨ましいし恨めしい」「なら見てみよう」「裏側を」「聞いてください」「裏話」「努力はきっと裏切らない」「裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して」 藤原珠樹日曜の裏『RKB ラジオ』で毎週日曜朝10時15分から放送、ポッドキャストでも同時配信しています。